ヤンガービス・アルフレド・ソラーテは、ベネズエラのカラボ・ボシュバレンシア出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。メキシカン・リーグのティフ・アナブルズ所属。2005年、ミネソタ・ツインズと契約して、プロ入り。2006年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマー・リーグ・ツインズで、プロデビュー。53試合に出場して打率。278、日本塁が、29打点。 二投類を記録した。2007年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ツインズでプレーし、52試合に出場して打率。303、1本塁打、33打点、7投類を記録した。2008年はまず A 級フォートマイヤーズ・ミラクルでプレーし、42試合に出場して打率。238,3本塁打、16打点、二投類を記録した。 7月から A 級ベロイトスナッパーズでプレー41試合に出場して打率。218、17打点、7盗塁を記録した。2009年は A 級フォートマイヤーズで開幕を迎え、8月からルーキー級ガルフコーストリーグでプレー9月に A 級ニューブリテンロックキャッツへ昇格し、3試合に出場した。2010年は a 級フォートマイヤーズでプレーし45試合に出場して打率3 2日本塁が15打点3盗塁を記録した夏季にはルーキー級ガルフコーストリーグツインズでプレーした2011年は a 級ニューブリテンでプレーし121試合に出場して打率3297本打、四49打点5盗塁を記録したオフに FA となった。2011年12月2日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2012年は参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスでプレーし、130試合に出場して打率。288、11本類打、54打点、3盗塁を記録した。オフの11月28日にレンジャーズとマイナー契約で再契約した。 2013年もトリプル a 級ラウンドロックでプレーし、133試合に出場して打率、276、12本塁打、75打点、3盗塁を記録した。オフに FA となった。ヤンキース時代2014年1月12日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、4月2日にヤンキースとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 メジャーデビューとなった同日のヒューストン・アストロズ戦では代打として出場し2打数無安打に終わった。4日の同カードではブレッド・オーバー・ホルツァーからメジャー初安打を記録。4月17日のタンパベイレーズ戦ではグラント・バルフォアからメジャー初本塁打を放った。シーズン序盤は3割台を維持していたが6月から不振に陥り打率は260まで落ち込んだため 7月3日に、参加のトリプル A 級、スクラントンウィルクスバリレールライダースへ降格。降格後は5試合に出場し、20打数12安打5打点、打率は、600を記録。7月10日に、カルロスベルトランが故障で離脱したため、メジャーへ最初を浮した。ヤンキースでは75試合に出場して打率、254、6本塁打、31打点を記録した。 2014年7月22日に、チェイス・ヘッドリーとのトレードで、ラファエル・デ・ポーラと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。移籍後は、ヘッドリーの移籍で空いた三塁を主に守り、56試合に出場。打率、336、4本塁打、17打点を記録した。2015年は開幕ロースター入りを果たしたが、ウィル・ミドルブルックスの加入により三塁の定位置を、 奪われため、序盤は、内野のユーティリティとして起用され、レギュラー確保には至らなかった。5月に入ると、一塁一種のヨンダーアロンソが、故障者リスト入りしたため、一塁のレギュラーに抜擢。アロンソは6月に復帰したが、ミドルブルックスの不調により、7月に三塁の定位置をダッシュした。その後は、シーズン終了まで三塁のポジションを確保し、三塁一種としては、 チームトップの92試合に出場した。この年は152試合に出場して打率、286、14本塁打、63打点、1盗塁を記録した。2016年も開幕ロースター入りし、開幕から肖像類種として先発起用されていたが、4月9日のコロラドロッキーズ戦で右ハムストリングを痛め、翌10日に十5日間の故障者リスト入りした。 5月21日に復帰。復帰後は、右投手に対して、左打者のブレッド・ウォレスを三塁手に起用し、空ーテを二塁手に起用することを、アンディ・グリーン監督が明言したが、ウォレスの打撃部長により7月から三塁に固定された。この年は故障の影響で109試合の出場に減少したが、打率。286、15本塁打、71打点。 一投類と前年の成績を上回った。また、難病や逆境を克服した選手に贈られるとにいい、コニグリアロ賞を受賞した。2017年開幕前の2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。シーズンでは128試合に出場して打率、五十五、十八本塁打、十四打点、三投類を記録した。 2018年1月6日にエドワード・オリバレス、ジャレット・カークフとのトレードでトロント・ブルージェイズへ移籍した。この年は122試合に出場して打率、226、17本塁打、54打点、1盗塁を記録した。オフの11月30日にノンテンダー FA となった。2019年2月17日にサンフランシスコ・ジャイアンツとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結んで40人枠入りしたが、5月7日に DF となった。10日に FA となった。2019年6月7日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、13日に参加の A 級ジピターハンマーヘッツへ配属された。その後トリプル A 級ニューオーリンズベビーケークスに、 昇格すると15試合に出場して打率314の成績を残していた2019年7月7日 NPB 阪神タイガースとの契約締結が発表されたシーズン終了までの単年契約で年俸は5000万円背番号は42登録名はヤンハービスソラーアテとなる同21日に来日すると 二軍練習試合を経て26日に一軍登録。同日の対読売ジャイアンツ戦で2番遊撃手として先発出場し、7回表に田口レートから決勝の2点本塁打を放って来日初アンダ初打点を記録した。阪神の外国人選手が2番遊撃手で先発出場するのは1963年のフランクやシック以来56年ぶり。 また、同月30日の対中日ドラゴンズ戦では、岡田都也から、左翼ポール直撃の逆転さよなら2点本塁打を放つなど、デビュー直後は派手な活躍を見せていた。しかし、その後は、不調が続きわずか20試合で一軍登録を抹消された。その後、9月6日に一軍に招集され、鳴尾浜から試合が行われるマズダズーム、ズームスタジアム、 広島まで移動してきていたものの、監督の矢野容体に対して、モチベーションが上がらないと訴えた。空当て本人の意思を了承する形を取り、即日規範し、昇格は見送られ、当日はベンチ入りメンバーを一人欠く形で試合を行った。その後対談が決まり、2019年9月9日に帰国した。10月15日に自由契約選手として講じ、 2020年1月にアトランタブレイブスとマイナー契約を結んだ。8月27日に自由契約となった。2021年4月20日にメキシカンリーグのティフアナ、ブルズと契約した。高い技術とパワーを持ち合わせるスイッチヒッター。右左関係なくパワフルな打撃を持ち味とし、全身を使ったスイングで逆方向にも長打を放つ。守備では、 本職の三塁をはじめとする内野全ポジションに加え、左翼の守備経験も持つユーティリティープレイーヤー。MLB 時代は、日本人投手との対戦を得意としており、特に、前田健太からは打率35。353.1本塁が、松坂大輔からは2打数で1本塁が、和田武史からは3打数3安打を記録している。ありがとうございます。